はい、皆様こんばんにちは、おついちでございます。ということで、今回プレイさせていただくゲームはなんとコエテクモゲームスのチーム忍者が開発する最新作でございます、ダーク三国志死にゲーボロンフォールンダイナスティ、こちらをプレイさせていただきたいと思います。はい、でこちらの、動画なんですけども、公開が、9月の16日になっておりますが、今日のですね20時からプレイステーション5とあと XBOX シリーズ X ですね、こちらの方で体験版が、配信されておりまして、なんとこちらの体験版のですね先行プレイを、今回ご好意でやらせていただくことになりました。本当にありがとうございます。誠にありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね。はいでね、今回なんとね、このウォーロンなんですが、我ら安田さんと、そしてあの仁王のね安田さんと、なんとねあのブラッドボーンの山際さん、今回ねこの2人がねプロデュースされてるんですよ。もうこんなんね絶対面白いに決まってるんですよね、いやーすごい楽しみですけどもね。ということで早速やっていこうかなと思っておりますけども、いやーそうですか、まあニューゲームでやっていきましょうかね。いやーこれねー、まさかね戦国から三国志に来るとは思いませんでしたけどもね。はい、まああれですね、相変わらずキャラクリがあるんですね。なるほど、タイプ1タイプ2、あーまあ男性か女性かってことか。まあ男性でいいかな。外見テンプレート、なんかす青姫がいるの。まあいなくいてもおかしくはないかもしれないけどもね。三国志はね、まあ戦国ほどではないですが、やっぱり男の子って戦国行く男の子って三国志も行くんすよ行くんですよ。なのでまあ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 ある程度はやっぱりね、私も三国志の話は、好きですけども、ただまあそこまではね詳しくないですし、三国志って面白いのが、三国志って正史と、正しいね、正しい史の正史と、要はちゃんとした三国志の歴史と、あと三国志演技っていうのがあって、要するにその三国志の話ってめちゃめちゃこう中国の中で一番ポピュラーで一番メジャーで一番人気のある物語なんで、それをねこうやっぱりこうよりこうファンタジーというか物語チックにしたのが三国志演技みたいなのがあるんで、まあそのどっちのでまた話の内容は変わってくるんですけど、まあちょっとね私はその辺の内容がちょっと混同することもあると思いますけども、ご了承いただければなと思っております。はい、ということでまあやっていきましょう。まあいいんじゃないですか。で顔、いや楽しみ、相変わらずあれだね、顔をいろいろ選べるんだね。そうか、イケメン武将？武将になるのかな？まあ武将だな。ボーロンっていうのが我流っていう意味で、我流っていうのは、まあこの三国志の時代が特にそうなんですけど、まあ意味合い的に言うと、簡単に言うと、その世の中にまだ出てきてないこの英雄というか、豪傑みたいなのを、要は眠っている竜っていうのが我流になるんで、その三国志の中では、そのまだその三国時代に至るまでに、その世に、知られていない豪傑とか英雄みたいな意味が多分あると思うんですけどね。はい、まあまあまあとりあえずやっていこうか、作っていこうかな。まあプリセットでちょいちょいちょいといじっていきますか。これ渋沢、あ渋くなるね、ちょっと渋沢入れとくか。渋沢大事だね、渋沢さすがにね、ええ重要でしょう。入れていきましょう。顔の装飾、あー相変わらずあるんだな。あーでもなんか種類増えてるわ、へえすご。じゃあひび割らさろうひび割れようかな。まあこの辺はねまた多分やり始めると1時間ぐらいとか2時間ぐらいこれで1本終わってしまいますんで、まあこの辺はねパン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 とこうやっていくと思いますけどもね。はいはい、ということでできましたよ。こんな感じで、まあ
体験版なんでね、サクサクと、まあ、あの多分製品版になったら、あのまあそうですね、この時点で、まあ、1から2ぐらいは、深さ的にね、かかるんじゃないでしょうか。今やっていきましょう。はい、設定完了。好みのプレイスタイルに応じた5行。もっかどこんすいか。はは、あ、結構あんだね。攻撃とか、土行、防御とか、木行、支援とか、支援や回復に秀でた5行。はあ、なるほど。根行、妨害とか、へえ、なんか状態異常的なやつなのかね。白虎、水魚、玄武ですね。家業が須田か。あ、はいはい、キリンだね、真ん中はね。どうしようかな。防御、支援、妨害、隠密、遠距離。ああ、なるほどね。玄武はしばらくその場にとどまり、氷の弾で敵を狙い撃つ。へえ、いろいろあるんだな。まあ火でいいかな。攻撃特化でいくか。以下の5行を選びます。よろしいですか。はい、あ、変更は可能です。はい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 。チュートリアルに進みますか。進みます。めっちゃ楽しみだ。これは楽しみだ。おう、あ、な、あ、すごいな。またあれだね。またエンジンの質が上がったね。すげえ綺麗、めちゃくちゃ綺麗だな、おい。クオリティが上がってる。おい、これは多分、ああ、なるほど、相変わらず分かりやすい。武器ね、分かるわ。いやね、いや、三国志はね、やっぱり薙刀とかね、激だと思うんだよ。剣とかね、鍛えんのも分かるんだけど、まあこの辺ほらね、光栄さんだから無双シリーズでね、好きなキャラクターの武器とかっていうのもあるんだけど、個人的には三国志無双云々の前に、やっぱ三国志イコールやっぱりこう青龍円月刀とかね、やっぱ関さんに行っちゃうんすよね。今回だからもしかしたら、そうだね、なぎなたとかになりそうな気はする。とりあえずなぎなたでやろう。武器の切り替えが、はい、ほい、双剣ね、ロックオン、ターゲット切り替え、はい、かっこいいね。おいえ、なるほど。まあどうなんだろうね、あやかし的なやつはね、完全にこれあやかしだろうと思うけど、まあでもほら中国も結構あやかしは多いから、この辺はいっぱい出てくるんだろうけどね。逆に中国のあやかしあんまり知らないから、すごく勉強になるかもしれない。基本攻撃、規制攻撃かな。基本攻撃は早く攻撃でき、自分の規制を高めやすい。規制攻撃は初動がやや遅いが、敵の規制に与えるダメージが大きく、規制ゲージを削ることができる。さらに自分の規制がプラスであれば、プラス分の規制を消費し、その分威力を増す。ほう、なるほどね。あ、下の体力の下のゲージみたいな感じかな。はいはい。ジャンプ、あ、ジャンプあるのか今回。あ、しかも2段だ。ほい、ほい、かっこいい。武器、ああ、武器2つ。規制を消費して特殊な攻撃を繰り出す。規制の加減の時は使うことができない。武器の内容は武器によって異なり、希少な武器だけが2種類目の、武器を持つ。あー、じゃあ基本は1個なのか。でレア武器だけ2個みたいな。おー、いいじゃん。ドドティン、波形、敵の攻撃を受ける直前に、あー、なるほど。パリか、かけねー。マロニルクス、敵の攻撃を受け流す動作を行う。はい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 。この動作の出際で敵の攻撃を捉えると、その攻撃を受け直すことができ、敵の規制を減少させる
とともに規制ゲージの加減を削る。なるほど、気力が下がるんだね。さらに自分の規制も上昇する。はあ、敵の攻撃からロック離れたいときは素早く丸々を入力することで見返して、大きく移動することができる。なるほど、まあ、やってみよう。来いよ、来い来い。こうか。で回避、素早く2回。これね、横もいける。あはん。でガードは相変わらず。はい。おい。家系天撃。素早く近接武器を持ち替えて一撃を放つ。この動作の出際で敵の攻撃を捉えると、家系と同様にその攻撃を受け直すことができる。あーなるほど。敵の攻撃を受け直しつつ攻撃が成功すると自分の規制マイナス分を一気に回復できる。あむず。こうね、はいはい、ちょっとこれはおじさん向けのゲームになっちゃってんじゃんこれ。やばいじゃん、受け流ししたくなっちゃうじゃんこれ。やばいな。敵の秘技は発動前に示唆があるの、強力な攻撃。ガードで防ぐことはできるのが、まあ強力な攻撃ですな。秘技でダメージを受けると士気ランク、士気ランク、なるほど、1低下してしまう。敵の秘技を家系で受け流すと普通の攻撃を受け流した場合より効果が高くなり、敵の耐性を大きく崩せる。また自分の規制マイナス分を一気に回復することができる。あーなかなか難しい。おい、絶脈、絶脈。無防備な敵の近くで三角。はいはいはい。無防備となった敵もしくは自分に気づいてない敵に対しては、あーまあ組打ち的なねことができるということですね。敵に高いダメージを与えつつ士気ランクを低下させ自分の指揮ポイントを得る。ロックオンしていればロックオンマーカーの色の変化で絶命が成立する前かどうかを判別できる。なるほど。無線か。おい。ドドディン。え、面白いんですけど。アイテムを調べる。アイテムあった。ああ弓ですか。なるほど。まあ、この辺はいつも通りすんなりといけそうな。チーニンさんゲームやってればこれの R2 で、ああなるほど。ああ土になんのか。そうか。おっ、おお、ドはまあそうね、大筒に似てるかな前のね。うわ強っ。で弓は相変わらず、ああ使い勝手は相変わらず一緒ですね。 OK。 ああまあでもさ、やっぱり三国志ってさ弓の名手いっぱいいるのね。花公園とかさあの辺とか。だからまあ弓特化にしていくのもまあまあまあ三国志という意味ではすごくいいよね。戦術、規制を所有して鮮度の秘術を発動する。ほうほう。戦術の発動条件は士気ランクに紐づく。規制が加減に達している場合戦術は使用できない。お、いきなりその不屈でランクが20で、ああ、でおい、わ強っ。ああ、火が使えるのね。おい、超強いじゃん。神獣将来、神獣ゲージが溜まった状態で三角プラス丸。神獣将来発動すると神獣が現れ強力な技を放つ。技の内容は神獣ごとに異なる。イデオスだぜ。はで神獣共鳴、神獣ゲージが溜まった状態で、四角
プラス罰、神獣共鳴を発動すると神獣が現れ、自分と味方全員に有利効果を付与する。有利効果の内容は神獣ごとに異なる。なるほど。ああ結構あれだな、多分マルチにも重きを置いてそうですね。あ超強いじゃん。チュートリアルすべて終了。いや面白いな。もう今のチュートリアルを3時間ぐらいやってジャストを全部極めたいぐらいだ。奇襲、あ奇襲だ、奇襲は三国志でいうとちょうど真ん中上ぐらいですか。奇襲があって上に幽州があって、幽州なんていうとあれ幽霊の幽で幽州だけ、幽州なんていうとね、幽州の北斗七星劉備玄徳とかまだあれだな、機能とかやってる時のやつだな、今日やってる時のやつ。あでここはレベルアップとかができると。なるほど、戦自宅もできるよ、付け替えもできるよ戦術もここで付け替えができるよ。距離が近いほど敵のダメージはでかい。前方に光の炎の爆発、下に放てる。で火属性か。なるほど、よし行きましょう。すごっ。あれだっけ、曹操が最初にこうなんか赴任してきたのも奇襲だっけ。はい、どうも。選べる。ゾロリゾロリゾロリンチョチョッパ絶滅で、向こうにいたな。あ、でもこれジャンプ面白いわ。ジャンプは新しいね。あっマジかバレてたわ。よし、しかも減る。で、回復は4個しかないぞ、やばいな。俺が絶滅するな、これ。で、こっから行けるところとかあんのかな。白いところは基本的に、行けるわけね。はいはい。さすがに行けない。でも行けるところが上の方向に高くなるから、結構これ、探索とかしっかり行った方がいいね。ああ黄金兵だ。ってことはやっぱりあれか、黄金から始まるんだね。だな。この主人公のね、出自がまだ分かんないですが、まあゆっくゆくやっぱ分かってくるんでしょうけど、どういう感じでここに来てるのか。無双系とかねやってる人にはおなじみですけど、結局そのまあまず三国志を語る上では黄巾の乱から始まるっていう、まあそのね始皇帝から始まり、まあ漢王朝続いたわけですけども、200年ぐらい続いてるわけです。だいぶ帝が、だいぶ帝になってきたんで、農民たちが、苦しんでるところに、あれですね、大預言師の張角様が現れて農民を率いて一大発起して、まあ中国最大の農民クーデターみたいなのになったのが要は黄巾の乱ですからね。事件だ。あ、なんだこれ。あ、ここで軍旗立てられる。おい、休む。能力、あ、レベル上げられるわ。
攻撃、体力、獲得規制倍率、そのゲージが貯めやすくなるってことか。しかも消費も抑えられる。こっちは土徳装備上限、なるほど。これは戦術で消費する、気力的、気力とはちょっと違うか、まあ、MP 的な。こっちがどちらかっていうと気力っぽいな。敵の気づかれのにくさ、へえ。あ、でもこれやるとあれだな、攻撃力上がるんだな。どうしようか。まあ、とりあえず攻撃力でいいんじゃないかな。どうせまだ1レベルしか上げられないし。よいしょ。あ、ほらほら、上とかの探索が結構重要。さらばさん、なんかいるね、いったわ。やっぱ、気づかないのかい。手つけ、絶脈、いいね、面白い、爽快。今のうちはどうせ死ぬんだけど。そりゃ当たり前でしょ、やってくるに決まってんでしょ、誰が作ってると思ってんすか。我らの安田さんっすよ、あと山際さんっすよ、ブラボーの。死なねえわけがねえ。まだいいか、まだ600ね。あれじゃない、なんか装備手に入れたね。装備、これは、あ、攻撃力順できんな。あ、でもこっちの方がまだ高いわ。タンか、強くない。強いというか、やっぱりむずい。タイミングがシビアだ。やめろ、うわー、いっぱい土地。なるほど、今回はいっぱい土地と。なるほどね、まあ大敗を期すというか、二度と立ち上がれないほど負けるみたいな感じの意味ですね。いっぱい土地ね、いっぱい土地したわ。はあ、敵に敗れて死亡すると規制と半分と指揮ポイントが奪われ、その敵の指揮ランクが上昇する。死亡から復帰後にその敵を撃破するか、相手がボスであれば再び挑戦することで奪われた指揮と、戦機と指揮ポイントを取り戻せる。ただし奪い返す前に死亡すると奪われた分は消えてしまう。なるほど、じゃああいつが今持ってるわけだ。くそー、やられたわ。いっぱい土地ニャム。この辺でもタイミング覚えないとな。すごい早くない？やば、これ、あ、そうです、こっちがいるんだ。あ、最悪、よし、ほら、OK、とりあえず、うい、おら、おら、あー、ダメ、むずい、おら、けい、ですけど。タイミングむずいわ。これ覚えるの大変だぞ。はい。OK。
ちょっと大変じゃないですか。早速いっぱい土地してるからな。いっぱい地にまみれるんだね。どうしようと。体力上げよう。ちょっと体力上げよう。レベル上げていかねえとダメなの。あー、こっち向かないで。はい、どうも。はい、14。いやー、なかなかね、この家系のね、猶予フレーム、受付フレームね、なかなかよ、なかなか短いよ。そうさなー、感覚でいくとどうだろうな。感覚でいくと初期の体験版の頃のあの2王2の妖怪のあのカウンターみたいな感じかな、うん、あれぐらいかな、感覚的に。お、弓か。あれは強いんだね、これついてるってことは。まあ、なんとかな。あ、逃げやがったあいつ。あいと死ぬんじゃん。あ、軍気持ちなのかな。だあ。今あいつ撃ち。やば、強いんですけど。こんなここでやってるわけにはいかんもん。よし。 OK。 とはいえな、同じやつに2回負けちゃったからな。これで休めるね。え、経験値はでもやられたら減ってるってことかな。減ってそうだったけどね。攻撃は上がるのは近接の位置が、あー、こっち上がるんだな。攻撃力上げたよな。槍系薙刀系は土なのね。了解。いや、むーずいっす。むずいというか、まあまあまあ、そのまだね、回復のタイミングとかを慣れていかないとダメ。あとは家系だな、家系をなんとかしないとな。装備の種類も多いね。まあ現状武器は数種類だろうけど、まあ絶対増えるでしょう。いるな。絶対ここあれだよな、やべえとこだよな。そもそもだってもうもはや黄金刀ですらないようなあれ妖魔的な感じじゃないの。あれ絶対やばいよね、あれね。あれやばいっしょ。9とかはやばいんじゃない？絶対やばい。使うしかないよね。なんか全然食らってないんですか？
強っ死ぬ死ぬ怖っ。あーでもなんかすげえいい兜が手に入ったんですけど勘弁しろー、ほんと死んじゃう。砲術師の仮面、近接ダメージ、あー体力ひらめじ 4.2 いいじゃん。あいいじゃん。これで、あー軍旗入れられるね。オッケー、チェックポイント。そうか、そうするとちっちゃい旗とでっかい旗があるんだ。でっかい旗はチェックポイントになって、ちっちゃい旗はまあ立ててると普通ランクが上がってくわけね。これこっち側いけんの、よし、ほい、ほい、レッツミャーク、オッケー。お、なんか紫の双剣？双剣か、どうなんだろうね。でもまあ初期槍は薙刀はありかもよ。あの装備の重量が上がるところの土？土が攻撃力アップのところになってるから、銃鎧仕込みつつ薙刀で倒せる。すごいね、マップのこの縦横無尽度が上がってる。縦横無尽度っていうのなんかあれだけど、おここもあれだね。はい、おバター、これで復活10。あー7000溜まって、あー一回ちょっとかいやダメだ、レベルアップしよう。7000はやばい、7000はやばい。さてさて、これで攻撃力上がるだろう。双剣はどれで上がるんだ。あーこっち水だと11ずつ上がるね。遠距離も上がる、隠密性かけ、体力は1振っておきたい。あー2までしか振れない、1振って。これでちょっと重いものを装備できるようにしとくしかねえな。こうしとこう。はいよ、いきます。下は死ぬね。オッケー、いる、あーやばそう。ほいほいほい、ゲイほい、うわ、ホーキンゾクッと、まあ強くなさそうだ。めっちゃ怖いんだよな。お、いるわ、ポン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 。なあむずい、やっぱむずい。無理に家系を狙う必要ではないか、バカ技を家系狙っていくのがいいのかな。あとはもうテレフォン的な感じ。なんもない、バカ
はいバカ20とか20とかうわーうわーいっとちいち激おい一杯とちやないかい血にまみれとるやないかいこれ一撃かやばいなやべあれ取られちゃったな足利ゲージあれ強くねえかななんだ一撃ってマジかよこれ挑戦だなあれ倒せるもんなら倒してみなどうすかなあれなんだあれマジででもあれオープニングなんかトレーラーに出てきたやつだなあれ聞いてるあほどんどんつらいあでも燃えてギリギリ減ってんだななんとかいけるそう強いはい、下がっちゃダメなんだろうけどねえ下がっちゃダメなんだろうけど下がるよなおいが間に合わね一回離れないとダメかよいしょいやー倒したくなんなあれおいっ20だもんなあれなどうしろということよこれ将来でなんとかなんのかなあ将来あやった落としたよしよしじゃねえアイテムがあよしじゃねえアイテムが落っことしてしまったまあ勝ちは勝ちですお前ほんとお前最初にこれ装備しときゃよかったやろ清流円月塔だろお前もう中華のお前三国志の武将が何人この清流円月関羽の清流円月塔に憧れてじゃあ俺も清流円月塔を使おうってなったかそういうやつですからねリョウライライもね、有名なリョウライライで有名な張良もね、関羽の関羽が戦役エゲットを使ってるからじゃあ俺も使うっつって使ってるみたいな話もありますからねさあ、倒したはいいけどななんか不本意だななんかすごい安田さんに言われそうだなあれはどうなんすかねみたいな
あの倒し方はちょっとどうなんですかね、あれはっていう。あの製品は落ちないように修正しときますんで。ここは、あ、これショートカットだね多分。おい、いや強い本当。でもあとね、家計がやっぱりねすごい重要なんだけど、やっぱ慣れないと難しいですね。本当に本当に割とピタでいかないとなかなかいけないんで。すごい来るじゃん。だな、タイミングが合ってても間合いが全然まだ覚えきらん。うん、これも当たんねえ。ディレイだぜ。よし、もうやん。靴14になったよ。これはいいんじゃない。能力鍛錬、どれを上げてきますかね。16です。まあまあ5まで上げて、で体力かな。いや死んじゃうよマジで。体力上げないと死んじゃう。これは面白いですね。で下に降りて、オッケー。何がいるのよ。おい、おい、あーやばやば、トラがいる。トラ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 はやばい。トラトラトラのトラトラトラ。家計を極めなければこれから先私の生きる術はない。なんだお前、割とあれだな、士気高えな。おい、はい、よくない。こっちも行ける。なんか向こうにもいたけど。あれ絶対やばいよな。36。あ、いた。マジかよ。うわぁ。おい、ケイ、
あれか、正気か。正気。で、ここになんかあるな。チョイーン。おお、レア度の高いやつや。レア度の高い攻撃力順でいくと、でも清流炎月はやっぱ強いんだね。やはりカンさん、カンさん強いな。結果カンさんなんよ。鬼変えて防御力は上がる。絶味、あー絶味薬ダメージでかいかも。しかもこれもあれだ、動作中の非ダメージマイナスついてるわ。こっちはいいか。下にいるんだよな。あーやだー、人じゃないやつらはやだー、やめてくれー。すいません。15なんだよな、何気にな。うん、ぜっ、えっ、はい。一撃必殺。よくわからねえ攻撃、まだ受けてもいないのによくわからないまま倒すとこれは危険ですけどね。次が、おお、よし、なあ、そんなに、そんなにはないな、体力は。危なかった。でも体力ないってことはあれ攻撃効いてんだろうな、多分な。お、上がるじゃん、いいね。だいぶ黄金の将になってきたな、俺。黄金刀の人間になってきたな。蒼天すでに死すべし、黄天まさに立つ。超慢性、マジ、あ、超慢性が、なんだ、超慢性が来た、なんで、どっから、何に、どうやって、超慢性。おー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 、なるほど、超慢性が来たな。ほう、お前黄金のデー幹部じゃねえか、お前。どうするかな。めっちゃ強いな。いやー、いって、おいおいおい、あー好きでか、ここ、超慢性はやばいって。やば、使います。お、やった、あったあった、危ねえ。超慢性を撃退した。あーやばー、おお、侵入もあるのかい。侵入っていうか、まあ、あれだな、赤だな。ぐるい的なやつだな、あれな。しぐるい的なやつくんのか。下がるけど、属性非ダメージ。あー、なるほど。こっちだろう、体力だろう。いや、超慢性はやばいってマジ。あれあんまり効かないんだな。誘います。そんなもんは誘います。
あとこれ右上を見る感じ、正気が2個と大軍旗が1個あるっていうことなんやな。いた。おい、届かない。おお、はい、おい、おい、ケイ。あー、一回だから家計決まると、まあそっから連続切りでなかなか持っていきやしやすいけど、やっぱ何においてもやっぱ家計なな、これな家計ができねえやつに道はないな、これな。将兵のトラフコフ。なんとなく、なんとなく分かってきた。いや、そんなこと言ってると失敗するからやめよう。そんなこと言ってると絶対失敗するからやめよう。もう、そんな壮大なフラグ立てるのやめよう。防御上がるけど、72か。黄色はやっぱり良くないな。あ、まあまあ、あれか、レベルを上げて、あそこ、やればなんだけど。ねえ、下にヤバいのいるよ、あれ。どうなってんの？あー、ここのショートカットができたから、あれか。あそこの軍旗でレベルアップできるね。戻ろう。あ、まだいるんだ。あ、そうですか。そうなの、一回ものじゃないんだ。鍛錬。ちょっと一回ガッツリ上げちゃって、これで、あ、いける、よし、いいね。はい、さよなら。バレてえら、うん、絶命だ。ただもう、うん、そうだな、やっぱりあれだね、攻撃避けやすいやつを家計していくしかないな。全部家計しようとしても大変だ。慣れてくればなんだろうけど、個人的に、個人的な希望を言うと、通り越してくれたわ。突起将来できてた？主の将来できなかったな。え、将来。
回飲むか。大変だこれ。ハマっててよかった。オッケー、軍機。普通にトラがいる。いや、なかなか強いのばっかりですわーん。見えないのよ。飲むのよ。あー、将軍機が。もう。はい。おい。正気。これであれだね。あー、全部立つと20でいけるのか。なるほど。まあ、残りの1個はちょっとわかんないけど。まあ、いっちゃいましょうか。にもアイテムあって、レベルアップできるね。レベルアップしよう。多分そろそろボスだと思うんだ。レベル21。あります。そこに一人っていうことは右に一人いんじゃねえな。いねえのかい。ジャスペック。いやー、これ来るね。これは間違いないね。あ、ボスっすね。な。ボスか、誰来るんだろう。いい。お？おい！誰？俺たちに歯向かうやつは生かしちゃおかねえ。おお、人工将軍？長領？聴覚三兄弟のあれじゃん、一人。おい、うわ、おい、ダメ。はい、よいしょ。へい、人工将軍長領、次男坊が長坊、兄は長角。まだ負けない。いけんじゃない。オッケー、倒したぞ。やがるんだ。俺は新興将軍太鼓養子の弟。うん、兄者の信頼を裏切るわけ。弟じゃん、末帝だもん。ああ、やっぱり。あ、終わった。ああ、俺終わった。おい、ちょっと人間やむるぜ。あ、バカバカ。回復させ。入って。オッケー。
待て、武器が武器が半分、体力回復はもうない。あーダメか。ここだね。あううち。クソ調理。なんで2段階目あるんだよ。おかしいと思ったんだよ。そんな初見でお前1回目でお前倒せるとかありえねえからな。乗れ。乗れ。いいとこまで行ったんだけどな。いやーちょっとこれあれだな、最初の段階でちょっと回復とか使えられないっすね。ちょっとね、トーンゾーンしたからやばいっすねこれね。虫けらがひねり潰してやる。ざまねえな。ダメだ全然。ひるんでくれるだけまだいいわ。調子取りやがって。しっちゃできるようだな。回復。1個使っちゃった。ああジャンプでいけるのか。うん、
れどうやって避けよう。いやうしキャラが全部もう加計するぐらいの勢いでやらないとダメなんだろうね。調子取りやがって。シッターできるようだな。置いてください。たまねえな。危ないじゃない、食らってくる。まだ負けらんねえ。なんか危うちで食らっちゃったな。回復しないと。あー回復させてよ。なんでこのおっさん。おいおいおい、ほぼガーフやないか。早く。いやー間に合わないね。ほら。ほら。あ、死ぬ。あいつ殺しやめてよ、ほんと。Thank you for playing. はい、ということでデモ版クリアです。いや強かったいやね、多分ねちょいちょいちょいってなってますけどね、そうですね、まあ、10回もやられてます、はい、いや家計重要だわこれ。ボスはマジで家計をなんとかしないと攻撃する暇がないんで、まあまあまあポイントを選んでけばっていうところなんでしょうけどね。いやーそうですか。いやまあでも面白いです、面白い、これは面白いです。何より日本と比べても全然そのグラフィック面とかシステム面とかもすごいもうパワーアップしてるし、まあ日本の出来ももちろんねすごい完成されてるんですけど、それ以上のねなんかねこうやっぱ進化してるなっていうところもすごく感じられるんで、あとアクションもすごくねもうかっこよくなってるし、そのやっぱり家計、僕的にねやっぱこうパリおじさん的にはもう家計をこう全部やんないとしょうがねえなこれなみたいな感じにはなってくるんで、ただまあそうですね、そこを回避で抜けるっていう方法もあるんだろうし、あとはもう別の方向で、だから確実もう間違いなく家計をしなくちゃいけないっていうわけではないんでしょうけど、まあ家計ができた方がこの先攻略は楽になるよっていうことはあると思うので、いやーちょっとこれ製品版出たら家計マスターになりたいと思いますけどね、本当に。はい、ということで、今日のね動画公開9月16日20時から、PS5 と Xbox シリーズ X こちらは体験版が配信されるので、ぜひ、皆様も楽しんでいただければなと思います。めちゃめちゃ面白いです。はい。もう、それはもう間違いないです。すごい、もうずっとこれ、ノンストップで没頭してやってますから。でもまだ次行きてえなっていう風になるんで、もう今から楽しみですね。はい。ということで、今回はここまでということで、
また次回ですね、製品版の方でぜひプレイしていきたいと思っておりますので、お楽しみに。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また製品版でお会いいたしましょう。ほんじゃまたな。